はい、トーマです。今回はですね、遠藤チャンネルっていう YouTuber さんがいるんですけれど、まあこの方はですね、悪いことをした人を悪くないっすねって言って動画を出す人なんですよね。まあ例の黒川高校のハメ撮り動画が流出された件について、まあこの遠藤さんはですね、買いますって言って動画を出したんですよね。まあそしたらですね、遠藤チャンネルのアカウントが停止されたみたいなんですよね。まあこの遠藤さんはですね、なんか新しくチャンネル作って、まあこのことについて動画を出したんですよね。まあそしたらですね、なんかありがとうございましたって言ってて喜んでたんですよね。まあこのことについて思うのが、遠藤チャンネルのアカウントを停止させた YouTube は悪くないっすね。なんでかというと、まあ、YouTube っていうのはですね、コミュニティガイドラインっていうのがあるんですよね。まあその一つに不快なコンテンツっていうのがあるんですよね。だからこの遠藤チャンネルの動画っていうのは不快なのがあるんですよね。なんか不適切な動画があってですね、まあ例の川崎の事件について、まあこの遠藤さんはですね、刺した犯人は悪くないっすねって言ってたんですよね。これアウトじゃないですか、普通に考えて。不快なコンテンツにも当てはまるんですよね、これね。だから YouTube ではこの遠藤さんのチャンネルは、まあ不快なコンテンツって不快なコンテンツって思って多分停止させたと思うんですよね。だからこの遠藤チャンネルのアカウントを停止させた YouTube は悪くないとも言えますね。はい。